商品にはアミノ酸とか糖類とか油脂とかこういったカビや細菌が好みやすい成分というものが含まれています。商品の品質を維持するのに用いられるのは防腐。皆さんこんにちは、ウルバナラボ薬剤師の砂川彩音です。今回は化粧品に記載されている防腐剤フリーについてお話をしていこうと思います。結構いろいろな化粧品で防腐剤フリーですって書いてある化粧品多いかなと思います。ですが皆さんこの防腐剤についてご存知でしょうか。まずこの防腐剤の定義についてご説明していきます。化粧品にはアミノ酸とか糖類とか油脂とかこういったカビや細菌が好みやすい成分というものが含まれています。もしも空気中に存在しているこうした微生物が化粧品の中に混入してしまった場合、化粧品が変質してしまって肌トラブルを引き起こす可能性があります。でさらに化粧品の多くというのは1回で使い切りなわけではなくて、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいのこの期間で使うものが多いと思うので、基本的に汚染されるリスクが高いということが言えます。でそこで化粧品の品質を保つために用いられるのが防腐剤というものになります。防腐剤とは現在厚生労働省に指定されている成分のことを指すんですけれども、配合の上限などが定められています。つまり防腐剤フリーとはこの厚生労働省に指定されている防腐剤を使用していませんよということになります。ここで少し小話なんですけれども、防腐剤に指定されている成分のうちパラベンと言われる成分があります。パラベンというと皆さんどこかで耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。パラベンっていうのは現在の化粧品業界やナチュラル志向の方、自然派の化粧品を選びたいという方にとっては嫌われ者のようなイメージがありますが、実はですね、広範囲の菌類に効果があって、少量の使用で済むという品質を維持するためには結構優秀な成分だったりします。じゃあなぜこんなにちょっと良くないイメージが持たれてしまったのかというと、やはりお肌が敏感な方には刺激になってしまうということが報告されていることが理由の一つとして挙げられます。そのため近年ではパラベンフリーとかそういった化粧品を目にする機会が増えたということになります。じゃあカビや微生物による変質を防止する成分が入っていない化粧品って本当に安全だと言えるのでしょうか。実はですね、化粧品の品質を維持するのに用いられるのは防腐剤だけではありません。実は保湿成分や基剤と呼ばれる化粧品の基本となるような成分にも防腐効果、生菌効果というような言い方もしますが、こういった作用を持っているものがあります。なのでそれらの原料を組み合わせることによって品質を保証しているという化粧品も多くあります。またぜひ皆さんに気をつけていただきたいのがこのパラベンフリーと言われる文言についてです。パラベンという成分が有名になったっていうのもあって、パラベンフリーの化粧品を選ぶっていう方もすごく増えたと思います。パラベンフリーとは防腐剤フリーと意味が異なってきます。パラベンを使っていなくても他の防腐剤が含まれている可能性もあります。でそのような場合、他の防腐剤を何種類もこう組み合わせて多量の配合をすることでパラベンと同等の防腐効果というものを示しているものもあります。なので敏感肌の方とかちょっとお肌が弱い方というのはパラベンに限らずですね、他の防腐剤が含まれているかどうかというものをしっかりチェックしていただくと良いかなと思います。ぜひ化粧品の裏側も見ていただいて、ご自分の肌に合った化粧品というものを探していただければなと思います。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。